伸びた広く丸鬼とたまメガネ出せーのはお前のせいだ。パングリさせる口あたラップ下手だわねデビー夫人、yeah、おっさんこれハウメニブギーって言うけど知ってっか。あもう悪口はお腹いっぱい切り抜きのタイトルドタマインタ、yeah、俺が好きなの石丸真嗣だけでも来るそらシリガルビッチ、yeah、お前の政治の話はどうでもいいから俺がかまって、yeah、お前ドタマメガネ牛乳瓶の底みてえなのつけてんじゃねえよ。あとお前 T シャツの宣伝せせこましいんだよボケが。創価学会とか置いといて俺のラップだけ楽しもうぜ。鬼に金棒ギャルに自撮り棒俺にハウメニこれで完璧、yeah、おっさんこれワンドロップって知ってっか。こいつ下手なワンドロップ甘すぎる佐久間の缶ドロップ。あキモい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 ツイッターのやつらアンチの特徴3つ言ってやるよ。半袖パーカーフーディーマスク髪はボサボサの QB ハウス黄色い歓声でしか勝てません。皆さん本当にすいません。アンチはやりがちな引用ツイート。俺は小箱じゃ黄色い主人公やろ。お前氷枕で頭でも冷やしてこいって。こいつのライブ読んでもいいか。てか次の相手読んでもいいか。最近お前ら叩かれてるな。しかもバトルもやめるらしいや。立ち返りながらも出た10年間さっさと帰ってこい新兵だ。おい最後が昨日仕込んでて頑張って仕込んだ印読んでくんなよお前、もっと気にしてくれ周囲の目。あとライブ読む前に空気読め。こいつにされたってライブ読み頭チーンって冷えちゃう合図の目。つまりそうだな俺ならハイジのジェン。俺はこの場ライブ一筋。メイトーのファンとイベント関係者はこの手首を見ればわかる。メンヘラとしてそう反動性だってパンマンは手首に3本線。時代や量産多めのファンと片手に勝った手首からマンゴー。アンチに言われる初戦ネタ俺のファンメンヘラレゴメンヘラ。奥に連れ去られるのが怖すぎてステージ怖くなりすぎになりそう。まあぶち上げ戦国35メイフォー君戦力外通告なんで気のない。こいつやりすぎな好き勝手。はいバツクタミッフィー口バッテン。ほら調子がいいやつぶち上がれ。デスカー見せろルードピラフの帽子上げてやるぞ。ちょっと待ってそんなことしたら戦われそうだから俺たちは教えてやるか。いや帽子返せよピラフ選手 AV 見たく時間停止。はいこいつの負け確定。俺とのガングレ対決からさ逃げました。ギャグを伸ばせ18禁だってラップより上手なグーパンチ、yeah、殴られるか殺すかこの覚悟はねえんだったもう一回ボス上げてやるぞ。いやちょっと待ってそんなことしたらワンツー脱がしたパンツ手を組んノアちゃんするタッチバック。実は彼女と同い年新企画ノアちゃんと女体盛り。はいせい手を組ん流星頑張れ手を組ん頑張れ手を組ん頑張れ。俺ら二人音楽性重視深いピース共感性重視。お前がヒップホップ超新星見た目は可愛い塾の浪人生。いや10本アニメの棒人間見て見てこの形行人弁世界なんで第2次終わった後にこいつが出てくるんだよって。1回戦でも絶対かますおい生物がギャップ勝利後のご褒美ポンデリング。その頃ボンズ容疑者ポンデリング、yeah、てか3人見てみみんなでかくてさ俺だけちっちゃい。言葉のウェイトはもちろんだけどさ普通のウェイトに差がありすぎる。あんたがシャカシャカフローしてる時俺豊洲でボンズ咲かしてた。サトルがポップコーン弾いてた時俺はクラスライン弾かれてた、yeah。そして今社会人と同時に始めたピラフステージ今で10ヶ月目ピラフステージだけで飯食えるようになりました。確かにこんなキャラだけどさすがにこんなちっちゃい子には負けませんね。何ハンドリさん俺二十歳だけど君何個したん。多分俺の弟と同じくらいだから譲りづらい。いや身長はちっちゃいけど初めてのバトルで声はちっちゃくならないように頑張ってくれよ。確かに声はでかいけどさすがにこんなちっちゃい子
と聞かせません。全国34章さすがにこんな子供にって思ったけど、ちょっと負けそうな雰囲気出てきた。マジで厳しすぎるね、yeah、あんたラップ名人人生マジですげえよ、yeah、明日ってか君12歳くらいだよね。明日中学校の入学式なんだろ。いや、じゃあこの帽子をお前に授ける。京都の中堅とかしに来た、ついでに物販とかしに来た、シーンで一番ふざけた男が可愛いファンの子を貸しに来た。えい、てか女癖が悪いって噂、あれ本当ですか？それを確かめるジェップナンバー、もしかして慣れ初め全部ナンパ。韻を踏んでラップは上手、でも見た目がホスト似合うコール、俺ライム独特アウトコース、姫に歌っとけよラストソング。えい、俺はホストみたいに稼ぎたいからラップを頑張ってるけど、まだ下ろせません100万も。じゃあ姫に下ろさせるアルマンド。好きなアニメははなかっぱ、無茶ぶりはネタ飛ぶからやめてください。俺しない無理な即興、はい、天上天下ゆいが独尊。この数秒のために会社ダメだけど髪染めました。気合入ってる東西選抜、未明くんずっとうざい先輩。ヤッホーピラフの成人です。おっぱい持ってる SJD 履かせてください。ガラスの靴、見た目でかいけど触ると普通。 Yeah、 ケンティーちゃん、あんたは今日でバトル引退するんだろ。でも最後俺が勝っちゃうオチ、 KT は負けて夜食落ち。じゃあ俺も調子聞く KT ジェップ、夜食落ちして AV デビュー。 Yeah、 これから始まるインスライブとかとティックとか、インフでピックローターでも突っ込んだきゃいいって話だぜ。いや、俺はケイティちゃん、あんたマジで大好き、あんたに憧れてラップ始めたんだ俺は。でも俺のフォロワーの3分の1ぐらいしかいねえぞこいつ。いや、お前も TikTok やってんならそうやってやってない体でやんなよ。俺は今日は即興でやるって決めてんだ。だけどな、俺はケイティちゃんに憧れてラップ始めた。だから最後ケイティちゃん、色物が全国優勝するところを俺に見せてくださいよ。ライブだけでもうまくいかないからつって、ネタだけでもうまくいかないからつって、そして次に持ってくるのは別のやつ、ちゃんとしたラッパー相方どうするんすか。ピリ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 ケー、足の裏でピリピリフルシューで、ゴリ脇は当然不可避だぜゴメスくん。えいや、この人はなんか俺らのこと嫌いっぽい、なら冷静とりあえずヒカキンズっぽい。いやいや、お前がラッパーみたいなことばっかりやる。俺から即興かましてる。俺ラッパー前から TikToker とかそういう意味ない。いや、そういうことだぜ、これは TikTok 体験。ちなみに言うけど俺らヒップホップじゃないです。金曜切り替えぜ、見てるシートに STD コンパネクトに見られることもないぜ。いえ、間違いないぜ、お前らヒップホップじゃないですって言うんだったら、ニューフェイス頑張ろうとしてる奴らの大会に名を連られんじゃねえ。マジで確かに申し訳ない、本当にごめんなさい。でも俺らがヒップホップって言い張る方がみんなおかしいと思うだろ。だから俺は正直に言ってんだよ。正直に言って怒るならそれまでだと思うよ。港区女子あるある言います。まず男の財布とカバン見る、で女に一生甘んじる。なあそうだろ、アバズレ我慢じる。あーいや、女子となんでこんな強気かって、こいつなら勝てるからこっちは行かない、怖すぎます。でも女が相手ならおらつきます。本当にごめんなさいって言っても全然大丈夫大丈夫本当に。でも殴られて逆を現象、俺あなた綺麗ですね、まるで逆を現象みたいなことを言っちゃうぜ。いえ伝わるかな。いえ好きな食べ物、映画何でしたっけ。いえ忘れちゃった、めちゃくだってごめん。だけど今日はぶつかますだけで OK。 俺がふざけると思ってんだろ、その通りだけど勝つから見とけ。ポーズ口癖ならアーライ、やってこい居酒屋で皿アーライ。外線調子はどう、ほんとすぐふざけちゃってすいません。あとすいませんけど僕すいません、2回戦のカードボンすいません。いや何言っても見た目がマキアシティのチンピラすぎて話入ってこねえよ。ちょっと気取ったセレブリティ、ここら辺に出しとけレベル1。 Yeah、 俺はコミュニティガイドラインに引っかかるようなことは何もしない。けどこいつはすぐにタイマー出して、おいセキュリティこいつ追い出して。
げえ。いや、あの40手前で中高生相手にずっとタイマー出してもう厳しいって、で、それで上がってるお前らも危機感持った方がいいぞマジで。いや、俺は今めっちゃ怖えよ、多分100回喧嘩したら120回は負けるからな。でも俺こいつをジャイアンツとキリン、体格差はジャイアンツとキリキリン。昔はあんたをよく見ていたけど最近全く見なくなったな。呂布のモノマネ一発や、今見た目が AV のインタビュアー。今日はニューフェイスでみんな若いはずなのに、あれ一人置いてんじゃん。俺は千鳥もうなる鬼レンちゃん、いいとこで音外すホイケンタ。ねえ、やっぱ俺まだ人間だから、人間じゃない人の言葉マジわかんないんすわ。キンプがどうとか、あれ見た目は俺が逆ラッパーでも内容聞いたら逆だった。あと、こんな見た目で言うのもなんですけど、そのスタイルマジでやめた方がいいですよ。あの、バトルじゃ呂布の偽物で住んでますけど、その感じで空き場いたらマジ本物扱いですよ。で、バカの一つ覚えでもいいだろ。お前が俺のことバカにして100人お涙頂戴してるのマジ気持ち悪いよ。でも客は勝たなくてお前をネグレクト。早くインタビュー行け MM5。マジでそういうこと。いや、ここのヒゲ、ここのヒゲ、お前顔面気持ち悪い。あ、ダメだ、俺言い過ぎた、俺強えわ、こいつ弱い、こいつの負けだ。実は俺あんま本気出してねえんだよ。目先の勝利にこだわってずっといつまでもオナニーラップやってろって話。こんなやつに勝ったところで大してプロップスももらえないから、適当にやっとけばそれなりに翔一郎まだ次があれあるよと思えるから、やってるやつそれだけ。終了。それだけ。高校取ったらぐちぐち言うから、じゃんけん勝ったら先行ですわ。この子壊しちゃう常識知らず、初戦敗退がドッキリ企画。 Yeah、ガードマンくん、俺はあんたに一つ言いたいことがある。名前ガードマンのうちに一緒にスマブラしたら、ノーガードの横身ぶっぱでリトルバック使ってくんのやめろ。完全勝利、あと一つ言って、俺ボンズさんの悪口マジで言ってねえから。ハウトゥーロールマッククラッチ、ボンズのハゲ頭でスクラッチ。で、ガードマンくんが言えってさっき楽屋で言ってました。僕はそんなこと思ってないです。いえ、てかガードマンくんもこの間モエルゴメさんの悪口言ってましたよね。即興できないじゃん、好きなゲームとかあんの、俺ライブあんの、まるで聞こえるぜあんの。出た出た、関西の悪い癖、すぐ俺に即興をやらせたがる。好きなゲームはマインクラフト、悪口言ってるカミングアウト。イエー、ちょっと上手くなってきただろ、ならもっと上手いこと言ってやるよ。マイクラとかけ大阪と解く、鶴橋といえばホルモンです。